ヤッホー、心配してスリスリしてきます。ヤッホー、今日までにやらないといけないことがあって、それは今の今までにね追われてたんですけど、時間に無事終わったので、せっかくメイクもしてるし髪の毛も可愛くしてるし、ふくらじさんに出させていただいたので、15分ちょっと遅いんで、夜がちょお風呂も入ってないからお風呂も入ってないから、もう15分だけ、45分までには終わっちゃうんですけど、少しだけ配信しようかなと思ってショールームつけてます。急に始めたのに来てくれてありがとう。何も言ってなかったのに行けなくてすまんの。いやー、2日前に言ったからなかなか無理ですよね。行こうと思ってくれてありがとう。おかきさんありがとう。今日は今さっき晩ご飯はタコライス食べました。今日はね、珍しく三つ編みにしてみたよ。どうだい、これも可愛くない、パンデリング。なんか結構ツインテールとかお下げしてほしいって声をねいただくんだけど、ちょっとさ、卒業公演とかで来た急にツインテールとかちょっと難易度高いなと思ったんで、でももうお仕事ももうねないから、ほとんど卒業公演まで、まあ、あとお話し会とかしかないから、あ、今ちょっとせっかくなのでやろうかなと思って、今日はいつもはおろすかポニーテールしかしないんだけど、お酒にしてみた。でも結構好評で嬉しいです。You're my one and all and only Aussie. Oh, thank you. ヒリさんありがとう。嬉しい。そんな似合ってるなんてありがとうございます。ちょっと長いわよ。ヒリさんありがとう。そう。そう、幼くなりますね、少し。服も服なんで。せ。いや、こういうのはね、たまにやるからいいんだよ。ありがとう。今日はね、いろんなことがあったからちょっとなんか充実したっていうか、いろんなことがあった。確かにジブリっぽいわ。初坂、お洋服はネットで、あのこれお話し会で着てたですけど着てたですけど、そ、あの、誕生日にドレスを着るよと思って一応言ってはいたんだけど、でドレスを調べてたら、これ多分ワンピースに見えると思うんですけど、まあ、もうワンピースなんですけど、この昭和風ドレスでこれいう系が出てきて、あ、なんかドレスがあんまりピンとこなくて、ネットで見てた時に、あ、こっち系行くのもありだなと思って手袋つけてこれを着たんだけど、手袋とかつけなかったら本当に普通のワンピースだったので、今日はこれにしました。ネットで買いました。アーマゾンだったかヤフージャパンとかだったか、そこら辺です。コンビニで卵買わない、買えないね。まあ、20歳に見えないってことでしょ。そうだね、タバコは買ったことないけど、買わないよ。しゅんがさんありがとう。みんな今日来てくれてありがとう。2日前の、ほぼ2日前の宣伝だったんだけど、多分お仕事とかも普通に予定とかもあったと思うのに、いろんな調整をしていただいて急遽。なんか想像以上に
宇多田のファンの方が来てくれてたからとっても嬉しかったです。それでとっても楽しかった。シュングさんありがとう。リンディングドラマはすごく緊張しました。すごく緊張したんだけど、すごい脚本がすごく素敵で、セイナさんすげえと思った。確かに麦わら帽子とかかぶったらすごいいいね。疲れ様ありがとう。みんな来てくれてありがとうね。そうサイズがぴったりかどうか不安だったんだけど、あのこういうワンピースって多分さキュッてなってるのが可愛いかなと思って、 S サイズか M サイズで悩んだんだけど、ちょっとキュッてなってってほしいなと思って S サイズにしたんですよ。ただ入るか不安だったけど無事ぴったりで、これはねラッキーだったかな。たまたま。こんばんは、ポッチマさんありがとう。何これ、馬馬なんで馬なんだ。あ、そうや、もうちょっとで誕生日だけど、これ誕生日の背景とかならないのかな。あ、七夕か、七夕だ。こんばんは、ひろきさんありがとう。なんで英語で送るの、日本人の方じゃないの。佐藤って書いてあるけど、おー、Thank you, I'm happy。 ね、リベンジできて本当に良かったです。いや緊張して、なんか緊張というかリーディングドラマがすごい緊張してて、そう明日渋谷行きます、遅い、その通り。今日は会いに来てよかった、ありがとうね、来てくれて。見えましたちゃんと黄色のやつ。ひるぎさんありがとう、会いたい、 Thank you、 今日会ったね。こんばんは、ショークさん、これ何 GG って、グーグル、お疲れ様です。わい、なぜなぜ上水色似合う、嬉しい。タドコロさんありがとう、リンボスター、マーモちゃんありがとう、かわいい、ありがとう、タドコロさん初見です、ありがとう。デザート美味しかった、うん美味しかったよ、甘かった、美味しかった。タダコルさんありがとう。こんばんは。スペースガールさんありがとう。ハヌン。うん、残りが影に来て、多分まだ残ってると思うから。スペースガールさんありがとう。ハヌン。僕は今日僕大劇場観覧を楽しかった。ありがたわいい、ありがかわいい、知ってますか、もう存じ上げておりますよ。まつげパッチリだね、デューラーです。今日も私タイムスケジュール組むのあんま得意じゃなくて、あの遅刻はしないんですよ、というかどちらかというと早く着いちゃう人なんだけど、その今日はメイク完璧に終わらせていこうと思ったんだけど、そのずっとやんない、今日中に終わらせないといけないことをねやってて、あともうちょっと、あともうちょっとと思ったらメイク完璧にする時間がなくて、結局東京行ってからメイクちょっと途中までやって、メイクは結局完成したのはね東京行ってからだったんだけど、最近ハマってるまつげの上げ方があってさ、それをやりたかったんだけど時間なかったからできなかった。こんばんは、ミスター社交辞令さん、ありがとうございます。どんな髪型でどん、あ、そうみんなに相談したいんだけどさ、そのオンラインお話し会でも
こういうこの服を 着ようと思って言ってたんですよみんなに。でもそうでもない、違う私服着た方がいいかな、もうこれもなんか私服みたいだし。ミスター社交辞令ありがとうね。君の彦星になりたい。こんばんは。そう忙しかった今日は。同じ席座ってたのすごいな。こんばんは。この服かわいいよね。本当はマジでドレス目当てで買ったんだけど、普通のワンピースだったね。えさきさん卒業発表してましたね、びっくりしたわ。生誕のマグカップ届いた？やったぜ、私も欲しい、多分もらえるはず。卒業までにお洋服プレゼントしよう。え、本当に？やった、嬉しい。私お洋服もらえるの嬉しい大切にするね、大切に着るよ。うんうんうん。桑竹これなんて言えばいいんですか、うん、桑竹さんありがとう。三つ編み外したらパーマみたいになるの、あーちょっとふにゃふにゃんってなるかも。でもね、そんなに言うてたと思う。一日あやって髪型かわいい、ありがとう、嬉しいや。こういう髪型もあるよね、パンデリング。セイラさんとは2歳差です。開けたよ、ちょっと待ってて。セイラさんからもらったプレゼントはなんとジョジョーン、ネイル、なんかいい匂いする、嬉しいです。写真撮ってない、写真撮りたい、ちょっと使いたい、みんな一個だけ塗りたい。じゃあちょっと誕生日プレゼントいただいちゃいました、あら嬉しい。20日に似合いそうなやつ選んでくれるの、かわいい。え、このマヌキュアを塗るのが下手な私もめっちゃ綺麗に、え、かわいい。香水持ってる？香水いいって言うよね。かわいい、嬉しい、めっちゃ綺麗に塗れた。この格好前のオフラインでも着てるんだけど、まあ着ちゃおっかな、やっぱ予定通り。でもどうだろうか、かわいい、かわいい。最近私爪伸ばしてるのさ、ちょっとお、え、めっちゃ爪いい感じに伸びてない？かわいい。そして塗りやすい、お、ありがとうセイナさん。そう、
あんまり私普段ネイル塗ってるイメージないからって言ってくれたんだけどさ、プレゼントもらっていただいたね、福岡せいなさんに今日誕生日でもらったんだけどさ。そうなのよ、私ネイルあまりやらないのにあんまり理由があってさ、下手なのよ塗るのが。でこれかわ、お本当だ、乾くのが早いらしいよって言ってたけど、もう乾いた、かわいい。同じ夏生まれ、いいね。まさかざっとマクフさん、ありがとう。サボンとアールグレーがいい匂い、買おうかな。スペースゴーさん、ありがとうな。まさかざっとマクフさん、ありがとう。服と合ってる、確かに。私ゴールドよりはシルバーが好きなんですよ。だからすごいと思って、さすが。ぶっちゃまさん、ありがとう。それも私ネイルはラメが入ってないと結構塗ったのが汚いとバカっちゃうのね。だけどこれはラメが入ってるから、そんな不器用な20日でも大丈夫いと。今日さ、いやショールームでする話じゃないと思うんだけどさ、ちょっとこのマニキュアを塗ったら終わるから、今日本当にいろんなことがあったんだけどさ、こう世の中って本当に変わった方とかね。いやこれあれだっすね、いやまあいろんなことがいるから気をつけないとねと思った話なんだけど、いやこれはあれミスったかも。まあちょっとなんか私が何ちょっとかな、なんだろう、なんかそう、どうなんだろう、もっと私が瞬時に判断してなんかしてあげれることあったのかなと思ったって話なんだけど、なんかエスカレーター乗ってたんですけど、まあ、ちょっと前にいらっしゃる方が、ちょっとなんか、ちょっとなんか危ない方で私の前の前にいたんですけど、私の前の前にいた女の方の隣に並んで話しかけてらっしゃって、最初知り合いの方なのかなと思って私後ろにいたんだけどね、そう並んだから、その左に、まあ愛知ってエスカレーター左なんですけど左にね、みんなこう左に地図なってるんですけど、前の前にいた女性の方の隣に並んだんですよ。で私その男性の方が乗る瞬間に、その方がフラフラしてたから、あ先に乗せてあげようと思ってちょっと止まったんですね。でその方が先にエスカレーター乗ったから、さそのままその前の前にいた女性の方と並んだんですよね、その男性の方が。で話しかけてらっしゃって、女性にね、であ知り合いだったんだと思ったんだけど、女性が一瞬そっち見てから無視したんですよ。だからあナンパかなと思って、まあナンパか、まあちょっとなんか酔っ払ってらっしゃるのか分かんないけど話しかけてんだろうなと思ったら、ちょっとびっくりしちゃって、こんな絶対してと話す話じゃないんだけど、その男性の方が急にマスクを外して、その女性の方に真顔で息を吹きかけ出して、なんかふって隣にいる女性に息を吹きかけ出して、私何が起きたか分からなくて、なんか時が止まっちゃって、で私あなんかどうしようと思って、その女性に何かしてあげないとと思って、なんかその男性と女性の間にカバンを突っ込もうか、あの女性を隣に下ろしてあげた方がいいのかとか考えてる時に、もう私もどうすればいいか分からなくて、気づいたらもうエスカレーターが終わっちゃったから、さらにその男性も普通に進んでったんだけど、ちょっと衝撃すぎて今日それが一日どうすればよかったんだろうなと思いながら、だから皆さんもね気をつけてくださいっていうのはあれだけど、こうなんかとっさに起きた時にとっさにさ、後からさあこうすればよかったなとか思うけど、その時ってもうびっくりしすぎて何もできないじゃないですか。
だからなんかちょっと私も何もできなくて、後ろで見ててちょっとびっくりしたって話でした。そう、皆さんも気をつけてください。ちょっと衝撃映像、衝撃的だった衝撃的でしたわ。そんないう感じで、そう、まあなんかその直接的に触ってるとか撮ってるとかしてたらさすがにさ、あれその降りた後とかもさ話しかけ止めようかなって思ったけど、まあ息は吹きかけてるんだけど、まあ触ってはないし撮ってもないから。でそのもう男性の方も一応充電があと 20% だから止まっちゃった。そうさささって進んで、 お互いさーっても進んでったから、まあ私にできることは何もないかと思って結局何もできなかったけど、衝撃だった、怖かった。なんかもうあの顔は忘れられないもん。おい、かわいい男性の怖かったわねえ。まあでもああいうのって変にさ刺激しちゃうといけないとも言うから、何が一番いいのかわからないけどね。ありがきーちゃん、ありがくまー、ももちゃん、ありがとう。そう、まあ、私がされてたわけではないんだけど、かわいい、めっちゃかわいい。やっぱりいいマニキュアは違うんですな。銀色、かわいすぎる。かわいい。今2度塗り中です。あと私が爪を伸ばしたおかげでいい感じに綺麗に見える。何歳ぐらいの人、何歳ぐらいだろう、40歳とかかな。男性は、ハツくんもマスクしてた、してたしてた。ポチムさん、ありがとう。ありがかっこいい、ありがももちゃん。代わりにされに来てくれるの、ありがとう。かわいい、綺麗、そしてめちゃめちゃに、めちゃめちゃ綺麗、塗りやす、よき。ちょっと待って、こういうのってトップコートって塗った方がいいんですか。なんかさツヤもあって、なんかこの質感が好きだから塗んなくてもいいのかな。そんな別に塗らなくてもいいか。以上、せいなさんからいただいたネイルを塗ろうの時間でした。マジ塗った方がいいの。じゃあ後で塗るわ。トップコートあるかな。いつも地爪で生きてる人間なんで。お、え、あと嬉しいのはさ、爪をね、爪を伸ばしてたんですよ。ちょっと私爪、あ、やばい、ちょっと触っちゃった。まあいっか、今回爪をさ、
結構短く切っちゃう癖があるねんな、あるねんな。でさ、もっと丸く切った方がいいってね、光るんとか、まあ、丸く切った方が見栄えがいいらしいんで、ちょ最近ね、ほら見てわかる？ちょっとだけこう長くここを丸くね、あ、やべやべやべ、触っちゃった、あ、ちょっとボロボロって、そしてきて、それちょっと綺麗だわ、やっぱいいね、おおおおお、あ、嬉しい。やばい、もう時間だ、過ぎてる、嬉しい。ということでランキングを見たいと思います。13位シュングさん、シュングさん、シュングさん、ありがとうございます。今日も来てくれてありがとうね。12位ももちゃん、ももちゃんもありがとう、来てくれてありがとう。11位ちまさん、あ、来てくれてありがとう、あ、ラジオ来てくれてありがとうね。11位ちまさん、ちまさんもありがとう、ありがとうございます。10位ダニさん、ダニさん、ダニさん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位スノーさん、スノーさん、スノーさん、ありがとうございます。8位ミスターショコジレスさん、ミスターショコジレスさん、ミスターショコジレスさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位ヒイラギ、今日会えてめっちゃ嬉しかったよ、ビジュバビジュ爆発だったよ、ありがとう。ヒイラギさんも見に来てくれてありがとう、ありがとうございます。6位チャラタリッツさん、チャラさん、チャラさんもありがとうね、来てくれて、またね、ありがとうございます。5位タダクロさん、タダクロさん、タダクロさんもありがとうございます、ありがとうございます。4位まさかざとまくふうさん、まさかざさん、まさかざさん、ありがとう、ありがとうございます。そして3位きーちゃんとまく大好きちゅー、ありがとう、きーちゃんもありがとう、来てくれて、またね、またねってなんだこのまたねは。2位エースナンペアとまくゆえさん、エースナンペアさんもありがとう、来てくれてありがとうね。ラジオ1位ぽっちゃまさん、ぽっちゃまさんもありがとうございます。1位イエーイ、指指指、金色の指輪です。見て、可愛くない？本当、すごい。せなさん、うん、もらった誕生日プレゼント、おーあ、おーおー、今日それ、あとさ、今日さ帰ってる最中にさこうやって歩いてた、これ持って、目の前のお姉さんもこれ持って歩いてた、びっくりした、びっくりした、家の近く。こっちもさ、ありがとう、ありがかっこいい、ありがかわいい、お疲れ、ありがとう。配信見てくれたみんなもありがとうね。ラジオも方も。ポコちゃんは今ね、食器洗いしてるお母さんの肩の上に乗ってもみもみしてる方をグーパーグーパーカットしながら肩にここに乗っかってる、こうやって甘えてますね、肩もみしてます。気持ちいいよよかったね、気持ちいいって、はい、甘えタイムですね、甘えてます。ということで一瞬でしたが、まあ、結局15分以上やってるけど、ありがとうございました。今日は本当にラジオ2週、本当に2日前とかに発表だったんですけど、来てくださったり、本当にせいなさんもまた呼んでいただいたり、いただけて本当に幸せでした、ありがとうございました。次はお話し会ですね。じゃあまたね、バイバーイ、おやすみ。